それが人生録の掟だ。僕が持ってあるそれため証明を繰り返し繰り返しめくるべき日々で捨て去った命ごと消え入るだけの中だって誰にも届かないから、一輪の花のようなこの一生探して。酔いしぐれアルバムリリースイベント、吟遊詩人のメモワール。